はい、今回のイニシャル D オリジナル CD ドラマは妙義の黒い稲妻ファイヤーマンことナイトキッズナンバーワンの中里武史が主人公だ。ああ、ちょっと待ちやがれ。あれ、慎吾くん、いつの間に。気に入らねえな。え？気に入らねえっつんだよ。また、どうして。そのナイトキッズナンバーワンっていうのがだよ、ナンバーワンはこの俺、庄司慎吾だ。武史の野郎、秋田の86に負けてるじゃねえか。まあね。あ、だけどそれ言ったら慎吾くんだってガムテープデスマッチで86に負けてるじゃないですか。ともかくだ、たけしをナイトキッズナンバーワンだっていうのには文句があるな。あんなでかいエンジンを積んだ3人乗って早いのは当たり前じゃねえかよ。3人のどこが悪いんだよ。あ、噂をすれば中里くん登場。ドリフトを卒業したやつがグリップで走るのが一番早いんだ。3人の R のバッジは不敗神話の R だぜ。おっと、ここから後は本編でのお楽しみだ。黒い稲妻、新たなる腐敗伝説。 Now we got start, let's get move。 インフォメーション、秒速で伝わる時代、でもチョイスの仕方がわからない。のんきなやつになりアートサイカー、マニュアル通りにただ抱き合い、愛がないことに気がつかない、窒息する前に叫ぼうと。 In the midnight dream、 熱い思いを抑えきれずに、狙いは空を突き抜けてく、最後のナインティーン、生きてるユースピー、 Now I know I wanna start to moving to the rhythm。 Now we got start, let's get move。慎吾さん、たけしさんの R32。 どれだけのタイムが出るかお楽しみだぜ。行くぞ、 RB26DATT の底力見せてやる。目ん玉ひんむいてしっかり見ていろよ慎吾。今、どうなんだよ。慎吾さんよりコンマ9秒早い。なんだと。よし、もう一度やる。パワーだけの3人なんか負けてたまるか。お、1台上がってくるぜ。ブルーのシルエティ、薄いのさゆきとまこだ。薄い最速のビューティーコンビが妙義のナンバーワン争いの見物に来たぞ。ここでいい？セイキ、まずまずじゃない、バトルじゃないんだから。運転テクが見やすいところが一番や。どっち？負けられねえ。上りならともかく、下りでたけしに負けるわけにはいかねえんだ。
ナイトキッズ最速のダウンキラーはこの庄司慎吾様だぜ。確かに3人はストリート最強かもしれない。でもここはトムゲだ。腕は俺の方が上だぜ。 DG6 よ、慎吾ね。限界ギリギリのスピードで突っ込んでやる。これがダウンヒルスペシャリストの生きがいだぜ。あのスピードで突っ込むか。庄司のやつまた腕を上げたんじゃねえのか。見た、マコ。ええ、理想的なラインに乗せてきた。やるわね。熱くなってるわね、慎吾のやつ。ねえ、ゴール地点まで行ってみない？いいわ。どうなった？またニューレコードです。さっきのたけしさんよりコンマ3秒早い。よっしゃ。どうだ、たけし。グーの音も出ねえのか。なんとか言ったらどうだよ。もう一度やる。いいだろう。もし俺のタイムをコンマ1秒でも縮めたら、俺もやってやるわ。朝まで何度でもな。なんだ、あのシルエイティ。さゆきとマコか。あれが噂の薄い最速のコンビか。コンビ知らねえのか。マコがドライバーで、さゆきがナビをやるんだよ。二人とも結構イケてるじゃん。でもどっちがどっちなんだよ。髪の毛真ん中で分けてる方がマコちゃん、ワンレン気味にしてる方がさゆきちゃん。お前詳しいじゃん。そのぐらい常識だぜ。どっちかっつうと俺はマコちゃんのが好みだな。いや、さゆきちゃんもそそるもんある。うるせえな、集中できねえだろう。あ、すいません、たけしさん。はーい、中里くん、久しぶり。中里くん、来やすい。よ、慎吾。慎吾、もっと来やすい。何の用だよ、さゆき。何の用だよ、さゆきとはご挨拶じゃない。熱くなりまくってるお二人さんの走りを見物に来てあげたのよ。ドリフト嫌いのグリップ走法じっくり見させてもらうからね。あ、今たけしさん赤くなってなかったか。え、あ、そういえばあいつは女に関してはうぶなとこあるからな。知らねえぞ。ところでよ、たくみ、ん？ナイトキッズの噂知ってるか？噂？なんだそれ。中里さんとさ、慎吾ってやついたろ？庄司慎吾。あの二人で今ナイトキッズナンバーワンの座をめぐってロイボル式ムンムンの展開なんだってさ。タイムアタックで中里さんがコンマ3秒縮めれば、慎吾がまたコンマ4秒縮めるって状態らしいぜ。って相変わらずボケた返事してやがんな。お前気にならないのかよ。別に。別にって。うん、分かってたよ、そう答えんのは。だったらいいじゃん。そりゃどっちが勝とうがどうでもいいけどさ、なんとなく中里さんの味方したくなるじゃんか。ここんとこずっと負け続けだからさ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。早くですか？うん、満タン。灰皿お取り返します。しかし、昨日の妙義は見物だったよな。どっちも甲乙つけがたいってのは、まさにあの二人のことだよな。へえ、昨日ギャラリーに行ってきたんだ。やっぱ結構ナイトキッズの話題で盛り上がってんだな。でも、俺は誰がなんて言っても、マコちゃんの方だな。あらら！あいて！でも、さゆきちゃんの方がファンが多いんだってよ。そりゃあのバディだからよ。まこちゃん、さゆきちゃん、あの二人がナイトキッズを見物に来てんのか。こりゃ池谷先輩に報告しなきゃ。来たわね。
果たして慎吾さんの記録を抜けるか。どうかな。俺はこの3人に乗り換えてから負けたことはなかった。リアサイドについてる R のバッジは腐敗神話の R だった。誰もがこの俺の R を悔しそうに見ながらゴールしたんだ。それが信じられない連敗を食らって、寝ていても奴らの車のリアバンパーがちらつきやがる。くそ。最後のコーナーを抜けたわ。来るわよ。タイムはコンマ1秒。コンマ1秒どうなんだ。信号より早いのか遅いのか。早いっす。よし。抜いたり抜かれたり、これじゃラチが上がれ。どっちが本当に強いのか。こうなったらタイムアタックじゃなくバトルで決着をつけようぜ。バトル？そうだ、恨みっこなしの一発勝負だ。いいだろう、たけし。どうした？返事は？バトルは気乗りしねえんだよ。なんだと？気乗りしねえんだよ。連敗して臆病風に吹かれやがったか。ヘビーな三人乗り回していくらタイムを締めたってそんなの意味ねえ。バトルで勝ってこそ最速って言われるんだ。おめえ三人以外の車で勝ったことあんのかよ。三人なんざ勝って当たり前の車じゃねえか。うるせえ。卑怯なバトルしかないお前に何がわかる。ちょっとちょっとやめろよ、みっともない。落ち着いてくださいよ、たけしさんも慎吾さんも。走り屋が殴り合ってどうすんのさ。けっ、はあ、子供みたいだよ二人とも。慎吾、お前は俺が三人以外の車でどんな走りをするか知らねえだろう。三人以外だぞ。そうだ、俺も前は S13 に乗っていたんだ。お前が自慢するドリフトも一通りやったぜ。見せてやら。おい、高田の S13 があったら俺に貸せ。後からついてこいよ。たっぷり拝ませてやるぜ。三人以外の俺の走りをな。超面白そう。ねえ、まこ、私たちもついてこ。大層な口を叩きやがって。どれだけの走りを見せてくれっか。こうご期待ってところだぜ。なんかワクワクするじゃん、まこ。私こういう展開って弱いの。鳥肌立っちゃう。もうさゆきったらはしゃいでないの。何もあなたをめぐって二人が争ってるわけでもないのにさ。ああ、私って罪作りな女。だからそうじゃないって。その目でしっかりと見てるがいい、慎吾。出た。よし、行くわよ。オッケー。コーナーから全開で行ってやる。俺のドリフトがどんなものかよく目に焼き付けとけよ。やがるぜ。いきなり全開の四輪ドリフト。思った以上にやるね。アンダーも出してない。レベル高いわよ。俺だって最初はこいつと同じ車を転がしてドリフトに夢中になっていたんだ。見慣れない奴が来てるな。 R32 か。四駆にでかいエンジン積んだ化け物だ。いくら化け物だろうと、それを転がす腕がなけりゃ宝の持ち腐れだよ。だいたい峠で四駆に乗ってる奴なんて大した腕を持っているわけがねえ。こっちへ来るぞ。あんたが中里さんかい。ああ。あんたは島村栄吉。まあ名前なんかどうでもいいけど、この辺りじゃあんたが一番早いって噂を聞いたんだ。どこから仕入れた噂か知らねえが、その通りだよ。強気だな。どうだい、俺とやってみないか。相手はその化け物か。ああ、
下りの一本勝負。なんならハンデをやってもいい。抜かしやがれ。ここは俺のホームコースだ。三人だろうとなんだろうと負けやしない。そう言うだろうと思ったよ。じゃあ始めようぜ。ちょっとの距離を移動するだけで大げさな音立てやがって。目にもの見せてやろうぜ、たけし。何が始まるんだ。三人とナイトキッズの中里がやるらしいぞ。こいつは見ものだ。中里が三人相手にバトるのか。対抗者なかったらカウントいけ。コージー、オーケー。対抗者なし、カウントいくぞ。5 4 3 2 1、ゴー。サニーが先だ。やっぱり大排気量の車は違う。いや、中里もよくついていってるぜ。ナイトキッズナンバーワンの意地ってとこか。サーキットや上りならともかく下りだからな。そのでかいエンジンを持て余すなよ。あれはまるで悪夢を見ているみたいだった。追っても追っても追いつかない。いや、それどころかますます差が開いていく。くそ、どうなってんだ。キッチンなんだ、抑えてるのに追いつかねえ。差が開いたぞ。中里焦ってきてる。少しアンダー気味だったぜ。でもねえよ、立ち上がり加速が全然違う。中里ほどの手具があってもエンジンのでかいやつにはかなわねえのか。ダメだ、ちぎられる、ちぎられる、この俺が。道路にベタッと張り付いた4つのタイヤがあれほど憎らしく思えたことはない。島村の3人のリアサイドについている R のバッジが今でも目に焼き付いてやがる。いけてるね。いつも四駆でグリップ走行してるやつの走りとは思えないよ。うん。あの時から俺は決心したんだ。誰にも負けたくない。そのためのマシンが必要だってな。やるじゃない中里くん。ほんと驚いちゃった。見ての通りだ。納得したか。でも S13 であんなに早いのに。そうよ、何も3人に乗り換えることもなかったじゃない。理由はただ一つ。より速く走ることを追求していったら結局はマシンの性能に行き着くんだ。レベルが高くなればなるほど速いマシンに乗った者が勝つ。でも、なんだ。一人だけ例外がいるわ。ねえマコ、おかしいと思わない？え？何が？中里くんよ。三人に負けて三人に乗り換えたのは分かったけど、慎吾とのバトルを敬遠してたみたいじゃない？同じナイトキッズ同士だから。なんか違うな。あの二人は同じチームにいてもカラーが違うし、性格的にもお互い白黒はっきりさせたいタイプでしょ。それなのに中里くんはバトルをやりたがらない。これはなんかあるのよ。わかる気もする。マコが驚き。何言ってんのよ。こう見えてもさゆきより繊細にできてるんですからね。私は繊細？ぜんざいなら食べたことあるんだけどな。寒くなるからやめて。3人に乗ってから負け知らずできた中里くんがここに来て立て続けに負けたでしょ。だから心の隅でバトルすることを怖がっているのよ。負けず嫌いだからこそ余計に。考えられるわね。タイムアタックなら平気でも、相手を意識したバトルをするのにはまだ傷が癒えていないんじゃないかしら。なんかドラマチックね。今年の秋はナイトキッズが熱いわよ。
なんだって、いつき。今、ナイトキッズが熱いっすよ。ナイトキッズがどうだってんだよ。あれ？情報通のケンジ先輩も知らないっすか？ナイトキッズの中里さんと、庄司慎吾のタイムアタックの張り合いを。その噂なら聞いてるよ。だけど、熱いってほどじゃねえだろう。そこが、ここに来て新展開があったんすよ。まこちゃんとさゆきお姉の、うすい最速コンビが、二人で急接近。なんだと？まこちゃんが、本当が好き。うわぁ、取り乱さないでください。いかだって先輩。ピケだって、あのまこちゃんが。そうだよ。めったなこと言うもんじゃねえぞ、いつき。だって、毎日のように、うずいから妙義に遠征してきてるそうですよ。まこちゃんが、まこちゃんが、落ちて、池谷。別に二人のうちのどっちかがまこちゃんの彼氏だとかそういうわけじゃないんだから。そうだ。そんなに心配なら、今夜みんなでナイトキッズのギャラリーしに行きませんか？ねえ。まこちゃん。誰か止めろ、池谷が徘徊してるぞ。危ない、池谷先輩。池谷、バカ野郎、ぼーっとしてんじゃねえ。大丈夫ですか、池谷先輩。まこちゃん、ダメだ、現実が見えてねえよ。おい、しっかりしろ池谷。退屈ですね。なんだよ、ナイトキッズのやつら来ねえじゃねえかよ。まこちゃんと最高ねも来ませんしね。これは完全に無駄足だったな。それにしてもですよ、ケンジ先輩、中里さんと庄司慎吾も来ない、まこちゃんと最強ねも来ない。これはもしかして一緒に、あー、バカ、いつき、そんなこと言ったら池谷がまた徘徊するだろう。うわっ、いけねえ。まこちゃん、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 まこちゃん。いらっしゃいませ、ラーメン様ですか。あー、慎吾、こっちこっち。あ、なんだよ話って。うん、ちょっとね。いらっしゃいませ、ご注文はお決まりですか。あ、アイスコーヒー。はい、かしこまりました。実は中里くんのことなんだけど。たけしの？たけしを任したやつを見つけるだって？ええ、つまり私たちは中里くんがバトルに対して逃げ腰になっている原因がこのところの連敗にあると睨んでるわけよ。それまで不敗を誇っていた3人で立て続けに負けたんですものね。表面上はともかく、潜在意識の中ではまた負けることを強く恐れているのよ、きっと。処方箋はただ一つ、自信を取り戻すこと。それには中里くんのトラウマになっている最初の敗北の屈辱を取り除いてやればいい、こう考えたわけよ。それには三人に乗り換えるきっかけになった相手ともう一度走るのがいいと思うの。そんな心理学の講義みたいな話じゃ面白くもねえ。第一、雲をつかむような話だぜ。俺はその時のバトルなんて見てねえし、相手がどっから来たかなんて知りやしねえや。それになんでたけしのために俺がそこまでしてやんなきゃなんねえんだ。友達でしょ。友達？よせ。あいつとは同じナイトキッズにいるだけで、そんなこと思ったこと一度もねえ。あら、旗から見てると結構仲良く思えるけど。やめてくれ。そんな話なら帰るぜ。待ってよ、庄司くん。その庄司くんってのもやめてくれ。きっと座り。アイスコーヒーお待ちどうさまでした。あ、せっかくだから飲んでったら。あらら、一気飲み。ねえ、このままじゃ中里くん、いつまで経っても立ち直れないわよ。それでもいいの？だから俺には関係ねえって。お前たちの方こそなんで中里にそんなに入れ込んでんだ。薄井が地元なんだし、まるっきり他人事だろ。それはまあ、なんていうか、ほっとけないタイプなのよね、ああいうの。
昔からそうだったけどよ、お前は。けどよ、余計なおせっかいだぜ。それはそうかもしれないけど、なんていうか、みんな同じ相手に負けた仲じゃない。多分これは私の勝手な想像だけど、あの86に負けた後、みんなが同じ気持ちになったような気がするんだ。なんだか爽やかな感じっていうのかな。うまく言えないけど、走り合いやっててよかったって、そんな気が心の底からしたの。中里くんだってそうなんだよ、きっと。なのに、このままじゃあの負けが。くだらねえ！んなセンチメンタルな話には付き合ってらんねえや！正直くん。俺は、たけしの奴がバトルできないならそれでいいと思ってる。ライバルも役立たずなら、ナイトキッズは俺の天下だぜ。じゃあな。やっぱり余計なおせっかいなのかな、最近。携帯鳴ってるよ、セイキ。はいはい。もしもし？俺だよ。あ、シンゴ？吉武ってやつに聞いてみな。え？吉武浩二。吉武寿司って寿司屋の息子だ。確か昔は武士とつるんで走ってたはずだ。吉武浩二ね。わかったわ。やっぱシンゴも気になってたんだ。コーヒー代のお返しだよ。お前みてえな気の強い跳ねっ返りに借りを作っとくのは性に合わねえんでね。いいとこあるじゃない。まあね。いらっしゃい。コウジくんっています？コウジ？ああ、コウジに用があんのかい。こりゃ驚いた。あの、車が恋人のバカ息子に、こんな可愛いガールフレンドが二人もいたとはね。やだ、勘違いしてる。そんな仲じゃないんだけど。まあ、座ってないよ。コウジならもうすぐ配達から帰ってくる頃だから。噂をすりゃ影だ。ただいま。親父、表にすげえシルエティが止まってるけど、まさかうちの客のじゃねえんだろ？おう、コウジ。ガールフレンドが二人お待ちだぜ。え？あんたら。そっか。あの三人のドライバーならよく覚えてるよ。島村ってやつだろ。今どこにいるかわかるかしら。さあ、そこまでは。なんでも夏休みを利用して関東の峠っていう峠を制覇してやるんだとか言ってたけどな。あの時はショックだったよ。それまでたけしの負けたところなんか一度も見たことがなかったからな。たけしなんか飯も喉を通らなかったらしくて、一週間口も聞かずに考え込んじゃってさ。それで出した結論が同じ三人に乗るってことだったよね。うん。でもあの負け方ならわかるよ。腕とかドラテクとか以前の問題でさ、フライ級バンタム級のやつがヘビー級に突っかかっていくようなもんだもん。峠は無差別級。何でもありだもんね。まあな。思い出した。そういえばあいつ相模ナンバーだった。相模ってことは神奈川。ああそうだよ、確かに相模ナンバーだった。間違いないよ。これは大きなヒントだよ、バカ。どうするの？インターネットのホームページで情報を募集するのよ。きっとその品村ってやつが今どこにいるかわかるはずよ。はい。ああ、セイキ。え？分かったの？箱根？そうよ。箱根がやつのホームグラウンドらしいのよ。ねえ、行ってみない、マコ。もち、中里くんと慎吾を誘ってさ。箱根？箱根サンダーソルジャーズっていうダッサい名前のチームのリーダーらしいよ。あいつが？ねえ行こうよ。もう一度あいつと勝負してごらんよ。勝負？中里くん、
こいつら何か勘違いしてないか。このままじゃ走り屋として終わっちゃうよ。負けて強くなるのが男ってもんだよ。ほっとけよそんな負け犬野郎。庄司君、いつまでもイジイジしやがって。ドリフトを卒業したやつがグリップで走るのが一番早いだと。おめえはただ負けるのが怖いから三人いて力の強い用心棒を雇ってるだけさ。何、そうだろう。そこの二人が言う通り、俺は負けて強くなったね。はっきり言うけど、一度も負けたことのねえやつより負けを知ってる方が強いんだ。行こうぜ。こんな育児なしに付き合ってたって時間の無駄さ。育児なしだと。ああ、そうよ、育児なしよ。見損なったわ。行こうマコ。でもさゆき、いいのよ。たけしさん。うるせえ。いいのさゆき。ショック療法ってやつよ。ざまねえな、女にまで愛想つかされて。くそ。単純バカ野郎。くそ、あいつら本当に勘違いしてやがるぜ。俺がバトルしないわけは、臆病風に吹かれたわけでも、負け犬根性が染みついたわけでもない。今は自分の実力をつけることを最優先しているからだ。だが、あそこまで言われちゃやるっきゃない。やる以上は必ず勝つ。セイキ、やっぱりね。それに彼女をあそこまで俺のために親身になってくれてるんだもんな。わかった、やってやる。俺と三人の実力を見せてやるぜ。そうこなくっちゃ。うん、ますます面白くなってきちゃう。さゆきったら。毎週土曜はここに走りに来てるはずよ。しかし三人だらけじゃねえか。サンダーソルジャーズってのは三人だけのチームか。どこにいやがる。あいつなら一目でわかるはずだ。同じ三人でもこいつらとはオーラが違う。あ、ほら、あれじゃないかしら。あそこに止まってる爆撃機のステッカー貼ってあるやつ。あいつだ。病気でこの俺を完膚なきまでに叩き伏せていった島村栄吉の三人。あいつか。たけし、なんかすごいマジな顔してる。久しぶりだな。やっと見つけたぜ。俺のことを覚えているか。おい！いや、誰だっけ？その顔を見ると、どっかで俺に負けてリベンジしたがってるようだけど、いちいち任してきた相手の顔は覚えちゃいねえよ。電話帳一冊ぐらいになっちまうからな。何よあいつ、感じ悪い。ナイトキッズの中里たけしといや思い出すだろう。中里、そういえば思い出したぜ。妙にナイトキッズ、あれはもう2年も前だったかな。1年と9ヶ月前だ。忘れもしねえ。この俺に負けて三人に乗り換えたってわけか。人真似ざるげ。確かにあんたに負けたおかげで俺はこいつに出会えた。その点は感謝してるぜ。
だから借りを返しに来たんだ。あの時の借りをな。受けてもいいが、あっても缶コーヒー一個ってんじゃつまらねえな。なんだと？勝ち負けの他に何が必要だって言うんだ。俺が勝ったら二度と三人に乗らねえって約束してもらおうか。それがリベンジを受ける条件だ。何よ、そんなの一方的じゃない。そこのお姉さんたち、チルイティなんて転がっちゃって、なんなら俺たちが相手になろうか。面白い、やってやろうじゃないの。さゆき、今日は目的が違うでしょ。だって我慢ならないじゃない、あんなひよっこ連中にバカにされて。ひよっこだと？そうよ、あんたらひよっこは知らないかもしれないけど、こう見えても私たちは泣く子も黙る薄い最速のインパクトブルーなんだ。さあどっちでもいいからさっさと車に乗りな。やめろ。これは俺のバトルだ。黙って見ててくれないか。中里くん、わかった、その条件を飲もう。俺が負けたら二度と三人には乗らねえ。そこの薄い最速のお姉さんたち、はっきり聞いたな。こいつの今の約束きっちり守らせてくれよな。ごたくはいいから始めようぜ。群馬の走り屋の意地を見せてやる。中里くん、やっちゃって。あんたなら勝てるわ。ああ、ちくしょう、胸がドキッとしちまった。バトルの前だってのに。勝負は下り一本、同時にスタートして先にゴールした方が勝ちだ。オーケー、単純明快でいいやな。用意はいいか。カウントいくぜ。おう、いつでもどうぞ。ガツンとやってよ、中里くん。俺は負けねえ。死んでも勝つ。ゴー。今日から俺と三人の新たな腐敗神話が始まるんだ。イッゴー。絶対勝てよ。くし。初めてこの三人のステアリングを握った時、俺はまだこいつの真のポテンシャルを知らなかった。確かに直線での加速は桁違いに速い。ちょっと踏んだだけで飛び出してしまいそうだ。他の車が止まって見えることもある。だがコーナーの多い峠、ましてや下りでその速さが生かされるのかどうかわからなかった。俺はすり減ったタイヤを何個も履き替えるまで峠を走り続けた。そして確信した。こいつは車じゃない。どんな条件でも誰よりも速く走れるように計算し尽くされたマシンだ。最初でコーナーよ。どっちが前に出る。下村さんだ。いいよ、慣れないコースでむやみに先に出てもメリットは少ないもの。いいさ、先に行かしてやる。あの時のお前もそうだった。マシンの性能を信じきって先行で逃げ切る。だがな、今日という今日はそうはいかねえぜ。前に出したのは抜き去られる悔しさを味合わせるためさ。路面に吸い付くように走るグリップ走法は、見た目が派手なだけにロスの多いドリフトより確実に速い。特にこいつのいくら踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS なら RB26 のパワーをフルに使えるんだ。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早い。その思いは今も変わっていねえぜ。島村、俺とお前は同じ3人、マシンの性能に差はねえ。今度こそ究極の勝負ができそうだぜ。いざ、フィジー。先行する3人のテールにほとんど鼻をくっつけるようについてってる。さすがだね。追いかけてる中里くんの方がプレッシャーをかけてる。このまま平和気にならずに行けいいけどな。どうなってんだ。まるで1台の車が2台にダブって見えてるみたいだ。突っ込みのスピードもポジションもコーナーからの立ち上がりもまるっきり一緒だ。なるほど、ず
随分と3人を乗りこなしてきたようだな。その点は褒めてやろう。だがここのコーナーはそんなに甘くはないぜ。どこまでアンダーを出さずについてこれるかな。これだ。この全身の血が熱くなる感じだ。こいつがバトルだぜ。今はっきりと分かった。俺はバトルがしたくてうずうずしていたんだ。現実じゃねえ、夢を見てるみたいだぜ。相手にやるなら低速コーナーから高速コーナーへと続く下りの繰り返し。フロントタイヤの応答性が悪くなった方が負けね。大丈夫だ、フロントタイヤはまだ垂れてねえ。いける。負けて強くなるか。確かに86との勝負の時は熱くなりすぎてタイヤのことを忘れていた。今はずっと頭にそのことが入ってる。クソ、フロントタイヤがアンダー気味だ。こんな限界バトルになるはずじゃなかったから。よし、もらった。信号、三人のパワーを。世話やだせよって威張るんじゃねえよ。完全に吹っ切れたぜ。俺と三人の新たなる不快伝説の始まりだ。いつまで続く。俺はやるぜ。佐伯さんのためにも誰にも負けない走り屋になってみせる。え、ちょっと佐伯のためって。いや、言わなくても分かってるさ。は、あんた何勘違いしてんのよ。よっしゃー。ねえ先輩、池谷先輩。あ、なんだよ樹。よかったっすね、中里さんの相手がまこちゃんじゃなくって。まあな。そんで中里は佐伯ちゃんとうまくいってんのかよ。それがですね、ケンジ先輩、中里さん佐伯お姉の趣味じゃなかったみたいで。え、じゃあ振られたのか。そういうことっす。また仲間が増えましたね、池谷先輩。そう、走り屋に女はいらねWe'll be right back.
けたアスファルトの上火花を散らす知らない